く事務所に戻らないと倒れそうだ。この前の海は涼しかったのにな。兄ちゃん、兄ちゃん、兄ちゃん。マミか、いつも元気だな。ねえねえ兄ちゃん、ちょっとお話ししたいことあるんだけど、いい？なんだ？緊急事態なのか？緊急事態ってほどでもないけど。だったら別に今すぐじゃなくてもいいだろう。事務所に戻ってから話そう。じゃあ事務所までダッシュしようよ。行くよ。それあれ、ちょっと兄ちゃん、なんでついてこないの？ノリ悪いよ。暑いんだから別に走らなくてもいいだろう。だったらアイス買ってよ。どういう理屈なんだ。急がないんだったらアイスでも食べてゆっくりお話ししようっていう理屈。なるほど。じゃあその理屈で行こうか。うん。兄ちゃん、前もこのアイス買ってきたよね。そのソーダのやつ好きなの？そうだな、子供の頃はこればっかり食べてたよ。ところで話ってなんだ？もしかして、アミのことか？うん。やっぱ、そうだよな。あのさ、俺も話には聞いてたんだけど、竜宮小町のプロジェクトは社長とリツコが中心で、その、選考基準とかはよくわかってなくて。兄ちゃん、マミは別に何も気にしてないよ。え？なんか、イオリンもハルルンも、マミのこと心配してくれるんだけど、マミはマミ、アミはアミでしょ？アミが竜宮小町に入ったのは、嬉しいんだ。そうか。マミは立派だな。そっかな。マミ的には普通だと思うけど。俺的には立派だと思うけどな。あ、なんかマミの真似っこしてる。なんとなくな。あ、それじゃあ話っていうのはやっぱりアミのことなんだな。うん。アミ、お仕事に行くようになってからあんまりメールとかしてこなくなったんだ。アミが？うん。そうか、アミの方がマミよりデリケートなんだな。ちょっと兄ちゃん、今失礼なこと言わなかった？ごめん、それでマミはどうしたいんだ？そうそう、それが本題。あのね、マミ、兄ちゃんにお願いしたいことがあるんだ。でも兄ちゃんに頼むのもどうかなって思うんだけど。何言ってるんだマミ、何でも俺に言ってくれ。俺にできることなら何だってやるから。それじゃあね、アミがこっそり美味しいものとか食べてないか兄ちゃんにスパイしてほしいんだ。は？は？じゃないよ。アミがマミにコソコソする理由なんて他にありえないでしょ。だから兄ちゃんをスパイとして任命したいところなんだけど、兄ちゃんのステルススキルじゃアミはすぐに気がついちゃう気もするし、悩みどころだよ。あのさ、アミが竜宮小町に選ばれたことを気にしてるとか、そういう話じゃないのか？そんなことあるわけないでしょ。そりゃちょっぴり寂しいけど、別に家に帰ったらアミはいるし、お仕事なんだから一緒じゃない日があるのは仕方ないって分かってるもん。マミは物分かりがいいんだな。だってマミの方がお姉ちゃんなんだし、その方がいいっしょ。よし。お？マミの希望通り、俺が今度アミが美味しいもの食べてないかスパイしてくる。本当？もちろん。アミの仕事ぶりは俺がちゃんと見てきてマミに報告するよ。だったらマミも安心だろ。別にアミ
ミのこと心配してるんじゃないよ。マミはアミが美味しいものを食べてないかを確認したいだけで。わかったから、そんなに熱くなるなってば。兄ちゃんが熱くしたんだよ。兄ちゃんのアイス没収ね。楽しみにしてたのに。ほら、一気に食べるから。しみるなぁ。マミ、ゆっくり食べるんだぞ。ゆっくりでいいんだ。で、兄ちゃん。なんだ？兄ちゃん、今日は優しかったから。この前の慰安旅行の時、あずさお姉ちゃんの水着姿に見とれてたこと、内緒にしておいてあげるね。はい。素直でよろしい。さんじゃ、アイスおかわり。ねえ、まだ食べるのか。